どうも、あきです。サクセスやっていきます。今回はブレインマッスル高校で2類種作っていきたいと思います。デッキこんな感じです。はい、このデッキは以前センス丸でオール A の万能型のショートを作ったデッキから、猫髪をのけてね、佐久間を入れた編成になってます。で、同じ後イーベイでね、本当にどっちでもよかったんですけど、まあ、タックパーセンテージが 30% 高いのが猫髪。で、得意練習率アップが 10% あって、試合経験点も 10%。まあ、やる気効果アップも 25% 増えてるのがこの佐久間っていうところで、どっちがいいんすかね？どっちのテーブルが強いんだろう？まあ、両方良さはあると思うんですけど、僕はね、割とね、猫髪のテーブルの方が好きなんですよね。まあ、あとあの時はね、うわぁ、これは悩ましい。金徳が確定だったっていうのもあるので、はい。猫髪選んだんですが、今回は佐久間でいきたいと思います。行きましょう。まあ、得意練習率アップあると、でもまあ、使いやすいっすよね。さあ、最近新島をどれくらい追うかっていうのがね、一つ自分の中でテーマにあるんですよね。また3人と1人なんで、さすがにね、3人だとこっち行きたいなと。2人だと新島1人でもいいと思うんですけど、大野は。3人いるとね、そっちを追いたいなと。例えば今のが、3人同じ練習にいるのと、新島が誰かと一緒にいるっていう場合だと新島かなと。で、この場合だと新島かなっていう、最近ちょっとね、その辺を考えてますね。ちょっとでも最初2回終えてないので、ここから追っていきたいと思います。いや、今日もね、もう絶賛喉が痛い。もう本当になんか変なのが喉にできてね。超喉が痛いんですが、やはりね、サクセス動画非常に楽しみにしてくださってる方が多いので、まあ多少ね、喉痛いぐらいで撮影をやめるわけにはいかないというところで、今日も頑張ってサクセスやっていきたいと思います。ちょっと声がいつもと違うかもしれないんですが、そこだけご了承いただければと思いますと。はい。まあね、本当にこんな仲良く頑張ってるよっていう方はぜひともね、グッドボタンを押していっていただけるとね、嬉しいです。グッドボタンの数は愛の数でやっていきましょう。ちょい渋いな。さすがに新島ちゃんが終えてなさすぎる。佐久間は結構イベントでやる気を上げてくれるのが大きいかなと使ってて思いますね。よし、こういうのがありがたい。びっくりしてるところに新島も出てくると。まあもしくは新島自体がね、びっくりしてくれれば一番ありがたい。オッケーオッケーオッケー。さあ、ひらめきもありますと。行きましょう。で、今回も、前回と同じくですね、早急に関しては、コツ2で残念ながら20丸まで、僕は持っていきたいなと思ってます。前回より1000点経験点出せれば、センス丸じゃなくてもあれくらいの選手できると思うんで、まあ1000点ってそう簡単なお話ではありませんが、頑張ってやっていきたいと思います。まあ9000点そしたら超えないといけないんですけどね。まあいつ爆発するかわからないのが本当に脳筋高校なのでね。はい。なんか渋いっすね、ここまで。おー、来た！ナイス！オッケーオッケー。はい、というわけで結構今回新島ちゃん追うのをしてましたが大丈夫だったというところで、うん、追いすぎは良くないっていうところですね。さっきからこればっかり来るな。同じやつばっかりになるな。女の子ストーカーしすぎるのは良くないっていうお話ですね。さあ、今回も魔術師成功してくれ。なんかでも、田中山の魔術師の成功率が最近上がってるんじゃないかっていうね、噂もあるんで。合宿だけ呼びたいな。うわ、全員技術ボーナスじゃん、木村。うわ、渋い。帳尻合わせは行きましょう。これ休むの方がいいな、体力量的に。オッケー。さあ、どうだ？どうだどうだ、おお、2連続魔術師成功。いいね。これは走塁練習にしておきましょう。よし、成功。よっしゃ、魔術師成功はナイスだ。で、最後しっかりそうっすね。逆境のコツ潰すか。合宿呼べなかったけど、まあ仕方ない。この後呼んでいきましょう、合宿は。合宿呼んでないのに991点。いいっすね。まだみんなの評価が上がりきっていないので、この辺でね、合宿呼んでも全然問題ないかなと思います。よいしょ。まだひらめきも全然回収しきれていませんしね。すっ、すっ、運が悪い。すっ、よし、オッケー。休んでおこう。さあ、ここのひらめきが続いてる間にみんなの評価を上げきりたいぞ。どうでしょう。どうでしょう。評価が上がるというところでいうと、筋力練習の方がいい気がするな。監督評価もあるし。ただ、能見の豊富なコツは回収していきたい。いや、やっぱ監督評価と田中山評価取りましょう。早く複数タックをやりたい。いや、本当に脳筋は4タック以上が全てですね。まだ佐久間がまだまだか。よいしょ。で、次のターンやる気が落ちるのがちょっと辛いっすよね、毎回。さあ行きましょう。田中山は行っても大丈夫ですね。ひらめきは雑巾がけか。行きましょう。雑巾がけもらいましょう。で、守備職人できるのであれば来ないでほしい。オッケーオッケー。守備5で潰せるといいですね。いやー、魔術師くれる田中山は本当に優秀でしかない。優秀でしかないよ。ちょっとコツ回収悪いっすね、今のところ。ほぼ何ももらっていない。やっぱ田中山の守備依存は嘘ですね、あれは。嘘ってことはないけど。多分守備依存じゃない気がする、田中山。今回とか守備全然上げてないですもんね。さあ、たまにはコツさん来い。安定のコツ1。そこ行って佐久間の評価上げたいレベルですね、これは。よし、片目打ち潰れた。よし、ここデートからの次練習でクリスマスでの回復量がしっかりある。変に回復イベント来るなよ、ここで。もったいないから。さあ片面潰れましたよ。うお、これタック変えてもいいんじゃないかな。どうでしょう。真髄拾いながらか。まあそれでもいいか。真髄拾いながらいきましょうか。でこれでそこが打撃ダックになってもいいし、メンタルになってもいいし、 OK。 これで打撃のダブルを回収しながら、やばい、喉がやばい。打撃のダブルダックを回収しながら勝負師まで取りに行くと OK。よし、オッケーオッケー。ただ、こっち回収が全然進んでない、今回。まずい、そこは。結構びっくり追ってるんですけどね。コツをくれてないですね。うん、これは、佐久間行きましょう。乾電池は、あまり使いすぎるの良くない。ここは使わなくていいや。どうせ佐久間はタックに変わらないし。一回ミートあげましょうか。ちょっと能力整えます。よいしょ、もうちょっと上げていいかな。よいしょ、こんな感じでやる気が辛いんだよこれ。遊びましょう次。さあ何吉引くか。まあまあ中吉なら十分でしょう。新島は基本ね、小吉以外は渋くない。クソ、やる気が落ちてる時に4タック、悔しい悔しい。さっきやる気落ちてなかったらこれ最高だったのに。クソ、なんでやる気が落ちてる時に来るかね。ここで止めよう、やる気落ちてるから。うわ弱っ、やる気落ちとると全然弱いな。なんで今なんだ。うわ、また4タック来た。そしてなんで今なんだ、なんでやる気が落ちてる今なんだ。悔しいなこれ。コンピューターがやる気見てるまであるな、こっちの。これはちょうどやる気が2段階回復するので先にデートします。ちょっと乾電池がないですね今。あれまだ1段階か。あれまだ2回目だった。3回目だと思ってた。ここくっそー、今やる気が落ちてなかった。結構すごい経験点になってましたねこの辺。まあまあまだまだサクセス始まったばかりでしょう。こっからでしょう。さあ行くぜ。あ、でも3200点出てる。すごい出てる。よし行こう。今一度来い4タック。これは変える価値あるよ。走塁さんだったら変える価値あるな。どっちかどっちか。事案発生。ああ、ここの体力回復入れなかった。ちょうどバレンタインで回復するぐらいにしてたのに。まあ守備職人も潰せましたし良かったでしょう。魔術師取る。よし OK。 乾電池7個、ここ行きましょう。精神ポイント稼ぎたいかな。そう、なんで佐久間そこに現れるんだ。コツとしてはパワヒト盗塁走塁あたりですかねが来てないですね。よいしょ。さあまだ乾電池の数も増えそうですし、まだまだ経験点伸ばせるぞ。チャンスメーカーって結構能力高くなるんだな。うわーお、負けちゃった。やっぱ勝って経験点伸ばしたいんだよな。さあ大体練習試合で中盤っすよね。うん、打撃3タックだけどそんなにそこはタックが強くはないのでいいかな。デートかなこれは。乾電池もそんなにないし。うわ失敗だ。いややっぱ佐久間テーブル動向の前に金徳が確定じゃないっていうのは辛いっすね。そこじゃなかったかもしれない。守備に置いときながら、あーでもそこを守備に置いておくのはもったいないな。いやでもこれで肩3拾いたい。よしもうちょい肩来い。よしよしよし、これだ。水球&肩3タックナイス。筋力ボーナスの1条を守備に置いとくのがちょっとどうかなと一瞬思ったんですけど、まああいつは別に得意練習率アップ持ってるわけじゃないしいいでしょう。今経験点すごかったですね多分。あ、これは走塁3タック目指したいな。いやいいや、乾電池ないから肩いっとこう。この走塁3タックは結構強いですね。よし走塁2タックになった。秋打ち拾いましょう。おっしゃまた肩のチャンスが。なんだ今回肩連にめっちゃ集まるな。8個、大丈夫かな。8個で呼べるかな。しゃあねえよな、コツを回収するもんがないもんな。今回肩連にめっちゃ来るな。で佐久間の失敗が痛い。さあこれは4タック予防。でも新島がいない4タックなんで強いと思う。肩4呼びながらなんか呼べるものはあるか。ないな。もう普通に肩4、肩4。よし来い日野日野マジで来い。よっしゃ来た。怪我すんな怪我すんな怪我すんな。このタックはマジで怪我すんな。よし取った。オッケー。これ精神ポイント稼ぎたいな。肩タックでばっかり稼いでるんでポイントを。あとは精神を稼がないとっていうところですね。ちょ待って、練習何回やったか忘れちゃった。デートか、デート何回やったか忘れちゃった。まあ大丈夫。30回復だとしても次練習できるんで大丈夫。あ、もう完走だったのか。オッケーオッケー。まあいいよ。うん、これ精神3タック狙いに行く。6個では狙えないな。6個では狙えないっすね。やめとこう。さあ、こっちさん来たよ。ああ、これもう行きましょう。乾電池6個で精神5つ揃うかな。頼む。お、やった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 たった2個チャンスコツも来たし、3タック。盗塁か。チャンスくれ。てかもう盗塁とチャンスしかくれないよね。オッケー。まあこっちかな。コツ回収もまだ終わってないし。さあ、これ5000点を多分超えてるでしょうね、余裕で。いくら出てるだろう。お、5783。僕の中でセクサン最高経験点です。よし。乾電池はあと何個ある ?12 個。ここは休むだな。で、なんか拾うなら、パワヒと、あれが来てないのか。ハイボールも取ってるか、もう。使いたくないな、じゃあ。盗塁は抑えたいな、これ。走塁練習に集まってくれれば、盗塁は抑えたいですね。能見まで呼ぶかどうか。やめよう、ここ置いとこう。能見がタックに変わると美味しいな。もしくは守備がダブルタックでも考える。精神さんを拾ってないのか。わあ、ハイボール拾ってなかったか。ハイボール拾ってるのかと思った。これでゲッツー崩しのコツが来て能見もメンタルになれば。あ、どっちも来ない。なんだこれ、運が悪い。ここに来て、あ、しかも能見、やっぱゲッツ崩しの方取ろう。オッケーオッケー。ベストの形になった。走塁のコツくれ。乾電池に変わる。走塁。よーし、オッケー。ただ、敏捷稼げてないのに、ここで走塁取っちゃうと辛いことになるぞ。また肩3タックとかいうのがある。走塁取ろう。ゲッツー崩し。打撃走塁肩、打撃走塁肩、打撃走塁肩。そう、ハイボールヒッターをロックしつつ今やってるんですよね。よし、来た。ハイボールヒッター回収しつつタック。ハイボールは取ったと。あとは盗塁かパワーヒは抑えたいな。頑張って。チャンスもう取るか。いやー、チャンスまだ取りたくないな。乾電池がそんなにないわ。そんなにないから取りたいんですけど、精神ポイントがそんなにないわだ。うわ、やる気落とすな。あ、遊んでおこう。最後にかけよう、これで。うーわ、チャンス取るか。取るか。よし。いや、精神ポイント足らないわ、それやると。精神ポイントと敏捷ポイントが足らない、今回。いや、3個増えるのはでかいな。ダメだ。それは精神ポイントがなさすぎる。はい、最後走塁練習呼ぼう。盗塁を潰しに行こう、これで。頼むよ。潰れてくれ、お願いだ。最後盗塁が。頼む、どっちか。よし。お前もだ。お前もだ。ダブルタックになるんだ。ならないか。よし、盗塁も潰れた。まあ、結果から言うとチャンス回収しておいたからこそ盗塁が潰れたっていう感じでしたね。これはちょうど3個足らなかった。さあ、あとはパワヒですね。コツパワーヒクレイ1条。経験点的にどっちが欲しいかっていうと、こっちが欲しい。意外性来てないですよね。オッケーオッケー。パワーヒのコツをくれ、最後。盗塁もまだですね。盗塁じゃない、チャンス。盗塁を抑えて、あとはチャンスもまだコツが来てない。さあ、行きましょう。チャンス、コツ来て、ここからパワーヒもコツが来れば最高。あ、あれ、そっか、ごめんなさい。実況がめちゃめちゃになってた。チャンス、コツ取らなかったんだ。結果正解ですねとか言ってたけど、チャンス、コツ取ってないんだ。じゃあよかった。チャンス取らずに乾電池ちょうど使い切ったんで。そうだ、結局取らないっていう選択肢にしたんだ、チャンス。喉が痛すぎて、忘れてたわ。今絶対コメント欄で指摘してくれた人がいると思う。いや、チャンス取ってないっすよっていうね。そうだ、これで日野がチャンスくれればいいんだ、だから。そしたらベストチョイスだ。なんか自分の中で勝手にチャンスを取ったことにしてた。取ってないよ。さあ、誰が光ってるか。田中山バント。田中山だな。経験点もいいし。光ってほしいのは日野か一条か。2連続田中山だな。さあ、バンと丸押さえよう。骨つぶし。精神ポイント足らないな。ゴー。精神ポイントが足らない。千丸引かないとね、結構稼がないと精神足らないですよね。さあ、次の投球。投げました。インコース。外れてボール。バッターよく見ました。カウントワンボールワンストライク。さあ、一条パワヒ、そして日野がチャンスここからくれれば完璧。負けんじゃないよ。やばい、なんか不穏な空気がする。やばい。うわ、もうほんともうだな、これ。もう全打席ホームランで負けるこのシステムやめてほしいわ。経験点出てる時に限ってね。うわっ、あぶね危ね。よかった。はい、危ね。9回ツーアウトランナー一塁って、もう一人出てなかったら負けてた。本当に、いやー、危ない危ない。本当に全打席ホームラン打っておかないと危ないですね、この高校は。何が起こるか分かんねえぜ、本当に。また田中山か。さあ、誰だ。よし、一条行きましょう。さすがにパワヒはこっち来ないとね。あ、でも待てよ。粘り打ちの可能性もあるから、むしろ日野の方が良かったのか。やっぱりむしろ日野の方が良かったのかな。そしたら、しっかりチャンス狙う方が。補給さすがに低い。このままでは低い。よいしょ。お待たせいたしました。まあ、筋力タックだったしね、今のは。まあでもパワー東でも僕は結構打てちゃうんで、そこは大丈夫なんですけど、やっぱコツ的にね、やっぱ広角パワーヒ、阿部比が来ないと辛いものがある。あ、ミスった。スライダーかと思った。投げました。打った、これはいい当たりだ。さあ、行きましょう。びっくりじゃないか。守備上げる、パワーも A にする。とりあえず守備振っておくか。ゴー。いやー、脳筋やっぱ楽しいわ。何回やっても楽しい、本当に。第1球投げました。外れたボール。第2球投げました。右中間のフライ。あー、ギリギリ入らなかった。ボールは中継。番内いいバッティング。第1球。手応えは十分か。鶴谷君ちょっと遅いな。投げました。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。ボール。カウンターツーボールワンストライクです。第4球を投げた。よいしょー、オッケー。パワーヒなしだとね、本当にタイミングがちょっとずれるとホームランじゃなくなるので、第9 1、2の3でしっかりね、振っていきましょう。第9投げた。オッケー。初球外れても投げた。おお、これホームランにしちゃうか。いいね。よし、オッケーオッケー。さあ最後、パワーヒか頼む。チャンスかこつくれ、どっちかこつくれ、どっちかくれ、どっちか頼む、頼む、チャンスくれ、頼む、日野頼む、頼む、ありがとう。よーし。まあ、パワーヒーだけでしたね、本当に。ただ、乾電池が足らなかったんで、パワーヒーを最後抑えるっていうのもできなかったんで、まあ、こういうことはたまにある、仕方ない。ということで、仕方ないんで、パワーヒーを直取りしましょう。あれ？あー、筋力ポイントがちょっと足んない、今、取るには。ち。ちょっと置いておきましょうか。最後経験点何が余るか分かんないんで、とりあえず補給だけ上げてないこの状態でいきましょう。補給以外オール A。 やっぱ千丸じゃないとどうしても精神ポイントは辛いっすね。やっぱりチャンスしっかり小都合で取っても、この間ねオール A できましたが、センス丸だと精神ポイント足りるんですけど、盆栽だとちょっとね精神ポイントが本当に辛い。脳筋、あああ、喋ってる暇なかった。やばい、しっかりタイミング取らないとホームランにならないぞ。第9投げた。初球外れてもここはよく選びました。投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライク。動きは3球目。投げました。やばい、本気で集中すると喋れなくなるんだ。カウントは3ボールノーストライク。よいしょー。大西ライオンめ、こいつ大西ライオンにめっちゃ似てますよね。心配ないさー。よし。第9投げました。見送ってボール。投げました。このスクリューが苦手なんだよな。一番打てないんだよな。第3球を投げた。ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた。これが苦手なんだよな。第5球投げた。伸びた。よし、オッケー。見上げた。第9。本当パワーヒってたらこれは盆栽サクセスとしてはかなりいい感じだったんじゃないですか。まあ来なくても十分いい感じか。投げた。ストレートはボール。内角へわずかに内側。カウントは2ボール1ストライク。投げました。スタンドに入りました。ファウル。第5球。いやー、今回ほんと振り返りますと、肩3タックからの4タックが続いたところですね。うわっ、まあいいや。経験点マックス。肩3タックから4タックが、うわーっと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 、良くなかった。危ない危ない。本当にこいつら。危ねえな、脳筋高校。肩3から肩4タックが続いた時、直前にねやる気落とされたじゃないですか。あれがなければさらにもっと経験点増えてたんで、化け物サクセスができたなと思いますね。あれがなければ、まああというと佐久間が失敗しちゃったのはちょっと残念。次が5球目、投げた。これボールでしょ。オッケー。インコースへ。カウント3ボール2ストライクです。うわー、ちょっと待って、フォアボールはまずい。点取って、点取って、この回。え、やばいやばいやばい。外野は長打を警戒します。投げた。ボール。バッターよく見ました。もう勝ちを確信して今回のサクセスを振り返ってたらそんな余裕はなかった。うわまずいよ、それは打てない。うわやっぱなかなか満点サクセスっていうのは難しいもので、最後の最後にここで負けちゃうやつ。負けて100何点ぐらい落ちちゃうのか。いやー最後振り返ってたら、悠々見逃し三振して振り返ってたら、いや、油断禁物ですね。はい、というわけで、まあ、ただね、ちょっと精神ポイントが足らなかった、実際。これじゃ、天才の野手を超えることはなかなか厳しいかな。よいしょ。よいしょ、ここまでは確定で、こっからどう上げていくかなんですよね。あ、パワヒカート。パワヒ取って、85にしよう。よし。これでいっか。よし、こんな感じで終わろう。ちょっとやっぱり補給ね、精神ポイントが足らなかったですね。はい。まあ、ただ本当になかなかいいサクセスできたなと思います。まあ本当にあそこですね、先に試合中に振り返り出しちゃったんですけど、あそこの本当に肩タック続いた時にやる気があれば、もっと経験点伸びたかなと思います。はい。というわけで、またこんなサクセスできると思うんでね、今回も盆栽で、これくらいできたので、今後もっと経験点出せるように頑張っていきたいなと思いますので、皆さんぜひとも引き続き5000円のほどよろしくお願いいたします。ちょっともう喉の調子がやばくて、もうなんか何喋ってるか途中からわからなくなってきたんで、今日はね、この辺にして終わりたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい。まあ喉ね、調子悪い中ね、ナイスサクセスだったよーっていう方ね、ぜひともグッドボタン押していっていただけると嬉しいです。はい。いつもね、動画見てくれてグッドボタンよく押してくださる方は一応ね、コメントが上位に、なるべく表示されやすいようにとか設定しているので、良ければね、いつもご視聴いただければ嬉しいなと思います。はい。それではまた次回のサクセス動画でお会いいたしましょう。アディオス。